サラトゥストラは、こう語った、作品30は、リヒャルト・シュトラウスが1896年に、作曲した、公共誌。サラトゥストラは各語りきとも訳される。フリード・リヒ・ニーチェの同盟の著作にインスピレーションを得て、作曲されたが、原作の思想を具体的に表現したというわけではなく、原作のいくつかの部分を選び、そこから受けた、印象、気分を表現している。 1896年11月27日、フランクフルトで作曲者式の第4回ムゼウム協会コンサートにて初演された。初演時から賛否両論に分かれ、評論家、エドアルト・ハンスリックや作曲家、フーゴー・ボルフは非難し、作家ロマン・ドランや指揮者、アルトゥルニキシュは好意的であった。日本初演は1934年10月30日、総学堂にて、 クラウスプリングスハイム式、東京音楽学校の還元楽団によって行われた。この時、アルプス公共曲も日本で初めて演奏されている。全体はキューブからなり、切れ目なしに演奏される。基本的には自由な形式をとるが、主題の対立や展開、再現などの図式を含むことから、そなた形式の名残を見ることもできる。演奏時間は約33分である。 ハインライトンゾウニナオフガングとも、シオトの保持音の上に、トランペットによって、自然の動機がそうされる。口述の通りの非常に有名な場面である。本殿ヒンターベルトラーン。自然を象徴する導入部の波長長に対し、人間を象徴する路長長に展示。提言のピッツカートに、上高分散和音を基本とした、同型の動機が提示される。ホルンによって、グレゴリオ聖化、 クレドの断片が提示され、キリスト教者が暗示されると、派長長との長長のどちらからも遠い、変異長調によって、20以上の西部に分かれた弦楽を中心に、陶水的なコラールがそされる。本デアグロー線全円図不特棄の動機や成果、マニフィカとの断片が並列される、短い計画に続き、世界の背後を解く者の,のコラールと、同系の動機から派生した。 低減の激しい動機がきっ抗しながら高まっていく。本殿フロイデン運とライデンシャフトン二つの新しい動機、比較的狭い音域を動くものと重動音程の跳躍を含むものが提示され、活発に展開されていく。展開の頂点において、トロンボーンに言語動音程が印象的な形態の動機が提示されると、徐々に音楽は静まっていく。ダスグラブリッド。 喜びと情熱についてと共通の動機を扱うが、そちらとは異なりしめやかな雰囲気を持つ、弦楽パートの各主席奏者がソロで扱われる処方が試みられている。本デアウィスシャフと自然の動機をもとにした十二音すべてを含む、主題による低音でうごめくような風が、それが次第に盛り上がると、高音を中心とした響きになり、舞踏の動機が提示される。自然の動機と、 ケタイの動機による計画が高まり、次の部分に移行する。であげネセンで、学問についてと共通の主題によるフーガがエネルギッシュに展開される。徐々にケタイの動機が支配的になると、自然の動機が早々で喫立し、ゲネラルパウゼとなる。ケタイの動機、同型の動機による計画を経て、トランペットによる交渉や、ショークラリネットによるケタイの動機などが交錯する。 解学的な部分に入る舞踏の動機や動計の動機を中心にクライマックスが形成されるとフルートクラリネットによる鈴の音が残り次の部分に移行するダストンスリーと全曲の約3分の1を占める部分でありワルツのリズムを基調に全曲における再現部の役割も果たす独奏バイオリンが非常に活躍する場面でもある 弦楽を中心にしたワルツに始まり、自然の動機、世界の背後を解く者の,のコラール、舞踏の動機、喜びと情熱についての書動機が、次々と再現される。その後は、気質の動機が複雑に交錯する展開部となり、壮麗なクライマックスを築く。ナトワ・アンドラーライド真夜中を告げる鐘が鳴り響く中、舞踏の歌のクライマックスが、下体の動機を中心に解体されてゆく。音楽が、 ロ町長に落ち着くと、大いなる憧れについてや、学問についてで提示された旋律が、極めて遅いテンポで再現される。集結では、高音のロ町長の和音と低音の葉音が対地され、両者が決して交わらないことを象徴する。オルガンを含む四巻編成、100名必要、原パートは細かく分割され、プルトごとに分かれている箇所が多いのが特徴。映画、 2001年宇宙の旅冒頭で第一部導入部が使われていることは非常によく知られている。冒頭信号模倣し日食などの天体現象を図案化したデザインがレコード、CD ジャケットで多用されるほどこの映画が楽曲に与えた影響は強い。使用された演奏はヘルベルトホンカラヤン式ウィンフィルハーモニー還元、楽団による劣化版、 ウィーンフィルトの共演を望みデッカの録音技術に惚れ込んでいたというカラヤンがそれまで専属だった EMI と並行する形で契約した最初の録音である映画で使用された冒頭部最後のパイプオルガンの和音は録音会場となったウィーンのゾフィエンザールにオルガンがなかったため郊外の小さな教会で収録しミキシングされたキューブリック監督からの使用申請に対しデッカの 経営陣が、指揮者、演奏団体を表記しないことを条件にしたため、映画が成功し、競合他社も争うようにこの曲のレコードを発売して、デッカは大変な損失を被った。カラヤンも、デッカと制作会社、MGM の告訴を検討したほどであった。最初に発売された、サウンドトラック版にも、映画とは全く違う、カールベーム式ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の、 録音が収録されていたが、最新のサウンドトラック CD には、カラヤン式のデッカ録音が改めて収録されている。上記場面のパロディとして作られた、メルブルックス、親接世界史パーティの該当シーンにも当然のように使われていた。日本では2001年宇宙の旅公開より遥か前の1943年、日本ニュース第179号において、 応答は会議開幕のシーンでこの曲を使用していた。日本ニュースではこの曲を使っている場面がいくつか見られる。この部分はプロレス界ではリックフレアのテーマ曲として世界的に知られている。リックフレアの娘であるシャーロット・フレアのテーマ曲にもアレンジした形で使われている。ポピュラー音楽では1970年代のエルヴィス・プレスリーの公演のオープニングに しばしば使用されており、日本でも、寺内岳とブルージーンズが、ステージのオープニングに、時折使用したほか、1985年に、カモンタツオがリリースした、アホが見る、歌のケツの冒頭部にも使用されている。ビバエルビスでは本曲に、ザッツ・オーライトなどの掛け声や、笑い声、ウッドベースや様々な曲のドラムをミックスし、ファンの掛け声や歓声。 ラジオ DJ の言葉やエルビスを紹介する、エド・サリバンらの声をサプリングして、オープニングに使用している。冒頭部のオルガンの低音は、LP レコード時代には、録音技術者中瀬として知られる。一方、優秀録音版がしばしばオーディオ機器のデモンストレーションに用いられた。1972年、ブラジル出身のジャズキーボード奏者、アレンジャー。 デオダートのアレンジによるクロスオーバー作品もポップスとしてヒットした。同様のアレンジは他にパーシーフェイスやディープパープルも行っている。高校野球の応援歌としても PL 学園高校が使用している。伊福部明は辞書、音楽入門において本作をエリック・サティのジムノ・ペティと比較して、題名だけは意味ありげで内容は口にするのも腹立たしいほどのものと酷評している。 これは彼の音楽は音楽以外の何者も表現しないという哲学に基づくものである。ありがとうございます。